ャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルの下田川です。皆さん今年の夏覚えてますでしょうか。日本橋に売ってるポケカのデッキで一番高いデッキと一番安いデッキ対戦したらどうなんのやっていう検証をやったんですけど、その時は一番安いデッキが3000円、一番高いデッキが50万円、なお2つのデッキで対戦したところ、まあ、案の定50万円のデッキが2連勝するという結果で、じゃあデュエマやったらどうなるのか皆さん気になってると思います。ということで本日は大阪日本橋に売っているデュエマの一番高いデッキと一番安いデッキで対戦したらやっぱり世の中お金なのか検証企画。デュエマこそ金だと思ってていや分からんけどな、もう勝敗はどうなるか分かんないですけど、値段がいくらであろうと、もう死の子の言わず高いデッキと一番安いデッキ買いに行きたいと思います。安いデッキですら高い説あるから。そうやね。それでは日本橋で売っていた最高額デッキ、お値段まさかまさかの118,000円、ガイアッシュ波動でございました。いやこれプロモだらけでめっちゃ高いデッキになってるとかじゃなくて、プロモはたったの1枚、フェアリーギフトのプロモのみで、他の39枚は全部パックから出るカード。よさすがデュエマ。いやもうちょっとやめてください、もうね、成金のカードゲームみたいな違うからねでもまあそれだけ高い、もう11万8000円するデッキ。それに対するは日本橋最安値青白天も2480円、48枚。それだ、いざ尋常に勝負。最初はグッジャンケンポイ、先行で。先行ぐらいいずれや。いやいや、もうそういうのないから。じゃあ、切り札、カット&カツキング、熱血の物語、埋めて終了で。これが高い、伝年万年。カツキング。アルカディアスチャージ終了。9000円で売ってるの見ました。ドロン。それ1枚買うのに3つ4つ作れんやばすぎる。じゃあ、ステゴロカイザー埋めて、1、2、7で。フェアリーリライフ、山田の上から1枚をブーストできる。終了です。いやでも、これは2021年最後の対戦になると思うよ。あ、そうやな。勝つ。ロードリースチャージ終了。勝つ。勝って年越す。まあ言うとったらよろしいかな。ドロン。勝って当然な。11万な。ラフルラブ埋めます。1、2、3、7です。だけでも2万。ボルシャックエコールピア使わせていただきます。じゃあ山田の上から1枚目を、うわ、アナザーにおいてそれがドラゴンならもう1ブースト。でもまあ呪文なんで終了ですね。くそー。でちなみにこれ逆パターンです。母さんが外資波動を使ったパターンをまあ何回も練習したんですけど、 DNS パークちゃん終了。8戦8勝。まあ私が8敗ですわ、言うたら。無理なのよ、ドロー。いや俺はそれプレイングあると思うよ。じゃあクラッシュエンド。いやもう今年のうちは違うから、最近の CS でもベスト16位、そこの差を見せつけましょう。ガイアシュカイザーで。じゃあガイアシュカイザー出た時に2ドローします。終了です。何それ覚えとけよ。 CS そのガイアシュハードに負けたやろ。そうやね、褒められるがチャージ2枚の時にカツキング引くか。スパークチャージャー、まず1体タップ、はい、でカードワンドローチャージ終了。かわいい。ドロ。じゃボルシャックスーパーヒーバカにしたいのか。いやちょやめてくれ、ちょそういうのじゃないから。1、2、3、4、5マナ使って、マナからパーフェクトネイチャー。まあ、これが強いよな。じゃあ山札の上から1枚目をタップしてマナゾーンに置くと5以下をマナから出す使います。じゃあまず山札の上から1枚目を、はい、マナから5以下キープでカッターのカツキング出します。でこれはマナから使ったので山札の一番下。じゃあカッターのカツキングが出た時の効果で山札の上から5枚見ます。で1枚回収できるのでドギラゴンバスター回収します。で残りは山札の下。終了で。チャージ。はい、まずい。6マナヘブンズゲート使います。天文水ダウンフェイスとヘブンズ水ダウンフェイス効果、上から5枚。じゃあスパークチャージャー回収します、はい、その後名前スパークのある呪文をコストを知らずに唱えてもスパークチャージャーします、はい、タップ、はい、ワンドローやばいブーストでヘブンズ効果。ヘブンブロッカーを進化ではないクリーチャー一体自分手とかバトルゾーンに出してもらう。ヘブンズ、うわーやば。一回ヘブンズ効果でエメラルーダ。じゃあこれでエメラルーダ効果で盾を1枚まず回収します。ちなみにシールドトリガーを使います。エメラルーダはこれ埋めます。終了。とはいえブロッカーが4体、まずドロー。マナチャージなし1に差し5マナでカッターのカツキングで、カッターのカツキングの効果で上から5枚ラフルラブ回収します。じゃあカッターのカツキングマハファイターなので、このヘブンズにアタックしますの時に革命チェンジドギラゴンバスターで、ドギラゴンバスターが出た時に、手札かマナから6以下の多色クリーチャーを出せる。カッターのカツキングで、カッターのカツキングが出た時に山田の上から5枚見るクラッシュヘッドで、はい、1体回収できるので、こっちのヘブンズを母さんの手札に戻してください。ヘブンズ戻し、はい、はい、お願いします。でこのドギラゴンバスターでヘブンズいきたい。決めたる。うわなるほど、これでターン終了で。5マナロードリース出た時、はい、ブロッカー出たんでワンドローを終了。 OK ドロー。じゃあガイアシュカイザーの軽減と自身の、軽減で4コスでクラッシュヘッド、クラッシュヘッドでプレイヤーアタックいきたいんですけど通りますか。通る通る。 OK、はい、2点
ヘブンズゲート、ヘブンズとヘブンズで、特に出すものは他ないです。 OK、 ドギラゴンバスターでプレイヤー行きたい、通りますか？通らない。 OK、 じゃあターン終了の時にクラッシュヘッド破壊されて、で破壊される時にタップして破壊されたらエクストラターン、このターンで決めきる。ドロー、1234コスでクラッシュヘッド。じゃあ切り札カット&カツキングでプレイヤーアタック行く時に革命チェンジ、ラフルラブで、このクリーチャーが出た時次の相手のターンの終わりまで相手は呪文を唱えられないということで、通りますか？気出せばよかった。もうどうなんだろう。ブロック。ザ・ヘブンズの方が勝ちなんですけど、呪文は唱えられない。効果は続くと。行った方がいいと思う。ドギラゴンマスター、プレイアタック。通すしかないよな、通します。はい。じゃあ、ターン終了の時にクラッシュヘッド、また破壊されてタップで破壊だったので、エクストラターン!3 ターン目。ドロー!じゃあ、ステゴロカイザー、マナチャージします。2マナで、次元の雷砲、多色クリーチャーを1体持ってこれるっていう。じゃあ、切れたカッターのカツキング回収します。はい、残り1,2,3,4,5 マナ使ってギルダカッターのカツキング出します。上から5枚オニマルヘッド回収します。で火のカード回収したんで1体、ここで私はドギラゴンバスターを戻します。何やねん、これをやられてうちはまあ負けたかな。この切り札カッターのカツキング、マハファイターなんでヘブンズにアタックするときに革命チェンジ、ドギラゴンバスターで、ドギラゴンバスター出したときに切り札カッターのカツキング5枚見ます。やっぱこれでしょ、メガマナロックドラゴン、はい、これもう電動いかんかったよ。じゃあ手札に戻すのはアタックしてない方のヘブンズで、じゃあドギラゴンバスターでヘブンズ6。おお、いやでも足りるやろ、足りるやろ。ゴルシャックエイコールピアダイレクト、ブロック、残り2体、カツキングダイレクト、ミラクルミラダンツ宣言2枚、1枚目、ここがもう呪文やった、その時点でうちの勝ち、はい、エメラルード2枚目、はい、ハヤブサムが乗ります、エメラルダ効果シールド増える。でミラクルミラダンテがブロッカーになってコマンドは攻撃できない、はい、ブロック、ブロックで負け、ガヤシカイザーコマンドなんで攻撃できない、ターン終了。あーワンチャン、ワンチャンあるぞ、待ってくれ、ちょっと待ってくれ、カウントアップドロー、エメラルダチャージ、はい、8、ヘブンズ立てます、ヘブンズ2点、トリガーチェック、はい、ミラクルミラダンテ3点、ちょっと待って、ちょっと待って、いけるか、オッケー、行こう、フェアリーリライフ、フェアリーリライフ、待って、攻撃できんよ、ここ2体、ここ2体、1体1体で選びます、終了。2021年何してんねん、すごい2021年の能力フルで使っているドロー。じゃあガイアッシュカイザーの効果で4軽減されます。1,2,3,4,5,6 マナ出すのはビクトリーラッシュアニマルヘッドウィナー、かかる、はい、じゃあオニマルヘッドでプレイヤーアタック行くときにガチンコ0、3、エクストラターン、じゃあプレイヤーブロック、はい、じゃあドギラコンバスターで1点、ブロック、ガイアシカイザー1点、切り札カッター&カスキング、頼むダイエット、ありません、ウィアーそりゃそうやろ。ということで検証結果、リエマのデッキパワー is mother、 リエマこそかもな。まあまあ、いやでも黒とかじゃないから、そっちのデッキもまあ結構良かったけどな。2400円で俺楽しんだよ、もうすでに満足してるよ、払ったからったよ。ちょっとおすすめしたいもんな、もうこれからデューム始めてほしい、このデッキから、うちはもうすごいおすすめしたい。ということで皆さんだったらどっちのデッキ組みたいでしょうか。それガイアシャドウ組みたいは、それそっちやろ、だから高いね。ということで本日のご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上本日の下川チャンネルでした。まあでも誰が何と言おうと2021年最終試合、私の最終試合、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。待ってよ。